今実はめちゃくちゃ緊張してまして、緊張っていうかそわそわしてるんですけど、この撮影の後にですね、都内の方に行きまして、ある方とコラボ撮影があります。で、この動画を見てくれてる頃には、撮影も終わってると思うんで、ツイッターの方でね、この人と撮りましたみたいな、もしかしたらツーショット撮って投稿してるかもしれないんですけど、ずっと自分が対談したいって思ってた、もうほんと雲の上のね、方とね、ついに今日お話しできるってことで、そわそわしてます。投稿できるのはね、編集入るんで少し時間空いちゃうと思うんですけど、楽しみにしてもらえたら嬉しいですね。で、もし、自分こういう対談系ね、結構真面目な対談を取ることが多いので、この人との対談、ほんとガチで見てみたいみたいなのがあったら、コメント欄に書いていただけると、もしかしたらね、採用っていうか、ちょっと俺が頑張ってアプローチするかもしれないんで、よかったら書いてみてください。の、ありがとうございます。さあ、今回は暗記法について話していこうと思います。例えばなんですけど、英単語を500単語覚えなさいと言われた時に、皆さんどういった計画を立てて500単語覚えようとしますでしょうか？実際 YouTube とか Google でね、調べたらもうすんごい数の暗記法が出てくるわけですよ。で、どれが正しいとかって話をしたらもう時間が経ちすぎてしまうので、今回は2つの暗記術に着目してちょっと掘り下げていこうと思います。で、まず1つ目なんですけど、これ多分多くの方がこの暗記法をやると思うんですね。それが1日20単語ずつ覚えて、そうすれば25日間で500単語いけるじゃんっていうやり方です。で、もう1個がですね、1日で500単語やっていこうぜみたいな発想です。さあ、今この2つ聞いた時に、いやいやいや、2番とか無理じゃね、無理ゲーでしょって思う方多いと思うんですよね。実はこの1番のやり方でいいんです。いいんですけど、2番のメリットを知っておくことによって、1番の暗記術がグレードアップする。だからぜひね、この後も聞いてみてください。この500単語を覚えるやつって、実は1日で500単語を完璧にしようっていうやり方じゃないんです。500単語を毎日毎日繰り返す、つまり反復練習に重きを置いているやり方なのね。1日20単語ずつやるやり方って、自分もそんなやり方やってましたけど、これ成果が出る人と成果が出ない人って明らかに分かれるのね。同じやり方をしてるのに、1日目に1から20まで覚えるじゃないですか。で、それを次の日になったら21から40しかやらないんだよね。毎日綺麗に20ずつしかやらないっていう人は成果が出ないです。なぜか、それは昔のことを本当に覚えてるかどうかっていう確認をしてないから、抜けてることに気づかないんだよね。そこにしっかり気づいてる人っていうのは、1日に20個覚えました、次の日に21から40はもちろんやるんだけど、昨日の1から20の中でも、いやーこれマジんじゃねえかなと思うやつをもう一回覚え直したりテストしたりってするのをちゃんとやっていくのね。でも、この発想でいくと、先に進めば進むほどテストをしなきゃいけない量が膨大になっていく。だからどんどん辛くなってくるイメージになります。なので、ここで大事なのが、さっきの1日500個覚えちゃおうぜっていう発想なの。実際500は多いです。多いと思う、自分の中でも。自分がもしやろうとするんだったら1日100個でいくと思う。で、どうやるかっていうと、20ずつで5日間で100じゃん。だったら1日100個覚えるのを5日間使って、この100単語を完璧にしようっていう発想にやるんです。まず1日目に100個覚えます。目を通します、きっちり。で、覚えたぞってなって、もちろん毎1日の中でも何回も繰り返すんだよ。繰り返していって覚えていく。でも完璧になんなくても構わないです。その100単語の中でも、いやこれ余裕っす、あ、 like とか slow 知ってるし、もう復習しなくていいしってやつは、どんどん罰をつけます。もう確認テストする必要もねえぞってやつは、罰をつけて減らしていく。で、まだまだ復習が必要だなと思うものも何回も繰り返すわけです。で、次の日になります。おそらく昨日の時点で、いやこれも余裕っしょっていうのがあるので、それは確認テストをしなくていいです。ただ不安だったらしてもいい。でも別に紙に書かなくてもいい。ただ目で見て意味思い出したりとか、スペル頭の中で思い出すだけだったら数秒で終わる。それぐらいで安心感得られるんだったらやっておきましょう。つまり1日100単語っていうのを5日間繰り返していく。で、やっていく数は1日100だったとしても、次の日には80、50、30って確認するものがどんどん減っていく。だから楽になるイメージになります。同じ5日間で100単語をやる、20ずつやるって同じことやり方なんだけど、発想としてはやっぱり減っていく方が気が楽なんだよね。前に進めてる気もするから。だからもちろん1日20ずつきっちりやった方が合うっていうのはそれで構わない、構わないんだけど、1日の量をちょっと多くして、その多い量を数日間で完璧にするっていうセットでやっていった方が、精神的にも気持ち的にもやりやすかったりすることもあるので、どっちがいいってわけじゃないです。好きな方を選んでほしい、選択肢を持ってほしいで今回この動画撮ったので、ぜひね、参考にしてみてください。